居飛車将棋研究室にようこそ。今回は藤井聡太二冠が順位戦で来期で戦うことになる B 級一組棋士たちとの熱き戦いについて語ります。藤井聡太二冠が劣化のごとくライバルたちを葬り、順位戦 B 級二組を10戦すべてを勝利し、無傷で昇級しました。まさに藤井無双状態であり、対局予定者はすなわち死を宣告されたに等しいと言っても過言ではないでしょう。幼い頃から名人候補の呼び声が高かった藤井二冠、順位戦では初参加以来18連勝史上1位タイ、現在21連勝史上2位タイ、通算39勝1敗勝率 0.975 など数々の記録を背負って B 級1組に足を踏み込みます。すごいな、将棋漫画でもここまで活躍しとらんで。しかし、この B 級1組から今までの景色が変わってきます。順位戦はプロ棋士として年間を通して戦う舞台で、 C 級2組、 C 級1組、 B 級2組、 B 級1組、そしてトッププロと呼ばれる A 級から形成されるピラミッド型になっており、その頂に君臨するのが名人となります。各クラスの成績上位会社には昇級・降級制度があり、 A 級1位の棋士が名人戦への挑戦権を手に入れるシステムです。また A 級順位戦の最終局は将棋界の一番長い日と呼ばれるほど例年激しい戦いが繰り広げられます。この順位戦が棋士としての格付けとなってきますし、自らのキャリアを大きく左右します。他の棋戦へのシード権などにも大きく影響しますし、何より芳しい成績を残せないままでいると引退が近づいてくる、つまり棋士としての生命が終わることを意味しています。一度駆け上がった階級を下るのは辛いものがあるな。それだけに本当に命がけと表現しても過言ではないのです。 A 級の下に位置する B 級1組が来期に藤井二冠が立ち入る決戦舞台です。この B 級1組は通称鬼の住処と言われており、いつの時代も A 級にいて何らおかしくないような一騎当選の強者が揃っており、これまで以上に熾烈な戦いが予想されます。世間では鬼滅の刃が流行っているけど、ここにも鬼がいてるんやな。気になる藤井二冠と B 級1組棋士の相対関係を見てみましょう。藤井二冠はこれまで通過してきた C 級2組、 C 級1組、 B 級2組は全勝で昇級しています。今期 B 級1組昇級を決めたのは藤井二冠39勝1敗、佐々木勇気七段72勝28敗、横山博明七段130勝50敗。 B 級2組までは所属棋士の数が比較的多く、対戦相手は事前の抽選によって決められていましたが、 B 級1組はそれまでと違って全13人のメンバーが全員と戦う総当たり戦となります。つまり B 級2組以下の抽選のような運は全くなく、シンプルに強い者が勝ち残る方式です。順位戦の持ち時間も6時間、これは2日制のタイトル戦を除けば現行で最も長い設定です。一般的には時間が長ければ長いほど実力が反映されやすくなります。完全実力主義長時間対局はトッププロ棋士と遜色ない実力と、中盤で惜しまず時間を使って考える藤井二冠にとってはさらに好都合なのかもしれません。藤井二冠の公式戦通算成績は212勝40敗勝率 0.841、 藤井二冠と来期 B1 所属棋士との公式戦対戦成績は27勝9敗勝率 0.750、第79期 B1 昇級者2人、永瀬拓矢王座と山崎隆之八段との成績は9勝3敗でした。これは、ちょうど勝率 0.750 です。ちなみに、藤井二冠の対名人 A 級の成績は、32勝15敗、勝率 0.681 です。すごいな、藤井二冠は、B 級棋士相手にほとんど勝ち越してるんやな。以上の戦歴を考慮すると、B 級1組棋士には、
平均勝率7割を超えており、藤井二冠にとって、B 級一組騎士が鬼というより、B 級一組騎士にとって、藤井二冠が鬼に見えているかもしれません。しかし、昇級争いで、9勝3敗や8勝4敗など、同成績で並んだ場合には、B 級1期目で、比較的、順位の低い藤井二冠にとっては不利となります。B 級1組騎士には、藤井二冠が2勝3敗で負け越している、裁きのアーティスト久保利明九段が待ち受けています。また、藤井二冠の順位戦成績は、39勝1敗ですが、唯一、この1敗をつけた騎士こそ近藤誠也七段であり、彼もまた、B 級1組の選手として、藤井二冠の首を狙っているでしょう。千田翔太七段には、朝日杯準決勝で敗れ、優勝を逃しました。藤井二冠にとっては、朝日杯における唯一の黒星です。佐々木勇気七段には、公式戦最多連勝記録を29で止められました。今季 B 級2組では、藤井二冠が勝っています。一癖も二癖もある強敵たちが待ち受ける、B 級1組編。まさに、鬼対鬼の壮絶バトルが予想されます。聞いてるだけでゾクゾクしてくるわ。一曲たりとも見逃せないな。来季から初めて、A 級に昇格する山崎隆之八段は、B 級1組に13年間在籍していました。昇級することもなければ降級することもなく、まるで老名主のように、独創的な棋風で、若手やベテランとしのぎを削ってきた山崎八段は、鬼の住処についてこう語っています。私が B 級1組にいた頃は、ベテランも多く、昭和の空気も残っていて、のほほんとしていました。それが B 級1組に上がると、1期目から相当雰囲気が違うと感じましたね。勝負に対して執念が違う、迫力がある。いきなりなんか、一曲一曲、最初らへんから、みんなすごい執念がある感じです。もともと A 級におられた先生がいて、昇級したいのももちろんなんですが、このクラスから落ちたくないという気持ちを強く感じました。このクラスから落ちてしまうと、一気に落ちてしまうので。B1 だと、他の棋戦でシードがあるし、騎士として、ある程度、上位者だと、制度上も認められています。このクラスから落ちると、パッと名前が出てくる、騎士で亡くなってしまうようなプライドもかけて戦っているという空気があります。と、13年間の死闘を噛み締めていました。13年間も足止めされ耐え忍んだのか。A 級への昇級、おめでとうございます。山崎八段が昇級されたのと交代するかのように、藤井二冠が B1 に昇級したことについては、B1 でちょっとは苦労してほしいけれど、一気で A 級に上がると思いますよ。個人的には、なんか2敗くらいはしてほしいなと思いますけれど。藤井さんの将棋を見ていて、彼が3年目くらいから、どういう感じになったら勝てるのかというイメージが湧きません。それくらい強くなっています。今恐れているのは、来季に私が落ちて、藤井さんが上がると、入れ替わりになって、唯一順位戦で当たれない騎士になる可能性があるんですよ。ひどくないですか？それ。と、にこやかな表情で語られていました。山崎八段は、本当に優しくて面白くて、ファンを大切する性格の良い騎士だと思うわ。もし、藤井二冠が、来季 B 級1組を一気で抜け、さらには、A 級騎士たちを倒して、2023年度の名人戦7番勝負で、名人に挑戦となり、もし、時の名人を討ち取った場合、谷川浩司九段の最年少記録21歳2ヶ月の記録を抜く、最年少名人誕生の歴史的瞬間を目撃するかもしれません。この予測は、決して、空想上の上事ではなく、藤井二冠の実績を考慮すれば、現実に起こりうることです。確かに、藤井二冠は強いと思うわ。けど、B 級一組の騎士たちも、鬼対策はしてくるし、そんな簡単には抜けさせてはくれんと思うで。去年も、無敵の強さで二冠を取った勢いで、秋の王将挑戦を期待されたけれど、挑戦どころかリーグ3勝3敗で陥落だったやん。C 級一組で近藤誠也先生に負けて、Q
9勝1敗で上がれなかった時の再現で、また、近藤戦に負けて上がれなかったりと、負けのラビリンスに迷宮するかもしれんし、16世名人、および永世十段、永世王位、名誉王座、永世棋聖という5つの永世称号を保持する中原誠先生だって、B 級1期目、最初は負けが込んで、昇級どころか降級の方を心配したし、そう簡単にはいかないかもよ。中原16世名人、谷川17世名人、森内18世名人、羽生19世名人、彼らは、B 級1組は一気抜けしています。藤井二冠も、その可能性は十分備わっています。確かに、生身の人間同士の戦いでは、数字では測れないものがあります。しかし、藤井二冠のこれまでの活躍を見ていると、もしかしたらという期待感が込み上げてきます。もし達成できなかったとしても、一つのことを追求し、高みを目指し、懸命に努力する姿は、人の心を持つものなら、感銘を感じてやまないです。確かに、最年少名人を達成してほしいところやな。もし、藤井二冠が最年少名人となったら、絶対に記念グッズを購入したいわ。藤井二冠は、B 級一組入りについて、こう語られています。B 級一組は、トップクラスの実力のある人ばかりという印象ですので、自分も、さらに力をつけて、戦っていきたいなというふうに思います。B1 からは総当たりで、持ち時間も少し増えるので、そういった強い人と長い持ち時間で対戦できるというのは、楽しみではあります。順位戦は、持ち時間6時間とタイトル戦1勝負を除く普段の対局では一番長いので、じっくり考えられるのが自分に合ってるところはあるのかな、と感じてます。自分としては、まだ、A 級や名人については意識することは全くないんですけど、B 級一組でどのくらい戦えるか大事かなと思いますし、B1 は、他のクラスよりも対局数が多くて、より安定した力が試されるという印象があるので、そこでしっかり戦っていける力をつけたいなというふうには思います。名人戦という先を見すぎて、B 級一組で足元をすくわれないように、目の前の事柄に真剣に立ち向かう姿勢が伺えますね。こういう考えが確実に成長できる秘訣かもしれんな。藤井二冠という偉大な棋士の活躍を、リアルタイムで体感できるこの時代に生まれてきたことに幸せを感じます。B 級一組入りとなり、また、一つ夢が叶うたびに、私たちは君を思うだろう。振り返らず、前に突き進んでください。心に、炎を灯して、遠い未来まで。将棋界の王者の階段を駆け上がる藤井二冠。無限の可能性を秘めた、18歳の若き勇者の冒険に乞うご期待。有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。